ケルマセユキの同級。今回のテーマ、球が速かった投手。球が速かった投手。これはね、1年目だとか若い頃に見たピッチャーと、その僕がある程度阪神の4番打つようになってから対戦したピッチャーのボールってのは、どっちが速いかというのは、これ自分のその経験だとか成長によって、その速いボールに対する対応ができる自分と、やっぱ1年目2年目あたりっていうのは、その速いボールに対応できない自分が見た速いボールとは全然違うんですよね。だから僕1年目の時に、まあ、3年目ぐらいまでですかね、3年目ぐらいまでのそのボールの速さでいうと、ヤクルトに浅野さんっていたの。これ皆さんちょっとマニアックな名前、まあ浅野さんには大変失礼なんですけど、すごいピッチャーだったんですよ。その浅野さんのその速さじゃなくて、ボールのキレなんだよね。この手元でピュッとなんかこう速いんだよね。もうスライダーだとかも手元でピュッと曲がるのよ。だから僕、浅野さんっていうそのヤクルトのピッチャーのそのストレートというだけではなくて、スライダーも含めまして、ボールのキレというものに対してはすごく浅野さんという名前がね、ポンと頭に浮かぶんです。これは3年目までのことなんですよ。でそれと外駒さんかな、1年目、あの外駒さんのストレートもすんごい綺麗なスピンがかかって、こうもう僕と比べても大先輩ですけども、それでも綺麗なストレートを投げられるんだなっていう。だから外駒さんから打ったホームランはすごく嬉しかった、1年目。ええ、だそれはね、あの外駒さんのストレートを叩けたっていうのはすごい自信につながりましたし、あの池谷さんという広島のピッチャーも、まあ、すんごい力のある、その池谷さんのストレートっていうのは角度のあるストレートじゃないんだけど、こう平行にこう来るようなね、こうストレートなんだけど、すごく力があったなっていうあの感じはしますね。あと、まあ、本当に自分がホームランを取ったりだとか、そういうある程度3割打てるようになった、それからの対戦するピッチャーの中で、やっぱり自分が一番速いと思うのはやはりやっぱ江川ですね。これはもうボールの質がちょっと違うなというぐらい、バットとボールが当たらない、こういうスピンのかかったストレートを投げるピッチャーっていうのは彼がもう一番だと思いますので、やっぱストレートと なればポーンと頭に浮かぶのはやっぱり江川ですよね。あと広島の大野、この左ピッチャーのストレート、もう特に大野は僕同級生なんですけど、その大野のやっぱシュート気味にこう入ってくるですね、あのストレートって左バッターで脅威なんです。やっぱりインコースをえぐるようなシュート気味のかけてストレートを投げられるのは大野が僕らに全然ナンバーワンでしたね。あとあの川口くんの角度のある、まあ、あのいわゆるクロスして右バッターに入っているインコースのクロスファイヤーとよく昔で言ったような、そういうボールを左バッターにも投げていくので、出どころは近いんだけど、打つポイントになるとボールがすごい遠くに見えるの。これもだからすごく打つのは難しかったよね。で僕よりも年下であれば、まあ、中日だ小松くん、これはねまた江川とねボールの質が違うんですよ。江川のボールってこうピュッとこう浮き上がるようなボールなんだけど、小松くんのボールってバットをへし折るようになってダーンってくるんだよね。ですんごい強いストレートっていうのは小松くんですね。あと横浜の遠藤ですね、これ遠藤同い年なんですけど、彼のやっぱまっすぐとフォークのコンビネーション、これもやっぱり厄介なピッチャーでしたね。いや厄介なピッチャーっていうのは結局フォークボールだとかスライダーとかいろんな変化球がいいって、まあ、シュートとか言うんですけど、結局ストレートが速いんだよね、みんな。だからその変化球が
振らされるんですよね。だから今いろいろこう僕名前挙げていきましたけど、そういう方たちって皆さんストレートのスピードキレがあるピッチャーなんですよ。そういうピッチャーと対戦できたっていうのはすごく幸せですし、そういういいピッチャーと対戦できるから自分自身で自分のバッティングの技術をもう一歩上げなければあのストレートあのフォークボールは打てない、そういう僕のバッティングの技術というものを上げていってくれたのも今名前を挙げたピッチャーだけではなくて、数多いピッチャーの方たちのも対応しなければいけないという部分で自分のバッティングの技術ってのを引き上げてくれた、僕のバッティングを引き上げてくれたのはやっぱり素晴らしいピッチャーの方たちですよね。あのピッチャーのボールを打ちたい、あの大観衆の前で打ちたいという気持ちがやっぱりこうバットを振らせるんだと思うんですけど、まあそういう意味ではいいところでね、あの痛い目にあったことも多々ありますけども、いいピッチャーとの対戦はすごく楽しみですし、あの感謝してます。本当今思えば気持ちのいい対戦をしてくれたと思いますね。あと同じチームなんですけど、江夏さんなんかもかなりスピード感があったと聞くんですけど。江夏さんはですね、あの僕がもう入った時ってのも晩年だったんだよね。だから江夏さんってちょっとこういうグローブの中でちょっとまっすぐ投げたり変化球やる時にちょっとグラブが動いて癖が出るっていうようなこと言われていて、その巨人の土井さんあたりにですね、その癖を読まれて痛烈なヒットを打たれるような江夏さんの姿っていうのを見てるの。だから江夏さん その僕の入る前のに日本の三振の年間の新記録で401かな、こういう時の江夏さんのボールってのは僕見たことないんですよね。だからあの時の江夏さんのボールってのは、まあ藤田平さんに聞くと、それ当たるもんじゃないよって言ってました。右バッターのアウトローのコントロールのいいピッチャーはいないって言ってました。これも球界でナンバーワンだろうっていう、だから1点取ったら勝ったと思ってたって言うんだもん。いや平さん、だボールなんか飛んでこないって言うんだもん、半分以上三振取るから、だからすごい楽だったって言ってたよ、江夏さんの守る時。筧さんはどういうストレートが嫌だとか、なんか苦手だとか。僕はだからね、苦手だとか、嫌だとか、そう思うことを極端に嫌う人間なんですよ。その時点で自分は負けたと思ってしまうから。だからどんな落差のあるフォークボールでも、どんな伸びのあるストレートでも、どんな角度のあるストレートでも、どんなにその速いね、ダーンとくるストレートに対しても、自分のベストのスイングをすれば、絶対前に打球を飛ばせるというそういう自信を持って打席に入ってました。ただ打席に入るまでの自分ってのは不安で不安でしょうがないです。もうグラウンドにできれば出たくないなぐらいの、まあ弱い掛布ってのがどっかにいるんですよ。でもグラウンドにポーンと一歩出てしまうと、まあ、その弱い掛布ってのはもう目をつぶってどっかに消えていくんですよね。それもだから弱い掛布がいるから練習できたんだと思います。強い掛布だけでは絶対練習なんかしませんもん。すごく臆病で弱虫で弱い自分というものいる自分が分かってますから、それがあるからやっぱあれだけバット振ったりだとかボール取ったりだとかできたのは、やっぱ弱い掛布というものがいたからだと思います。だから僕野球で成功するというよりも野球界である程度その生きていくためにすごく大切なのは、俺が俺が俺がっていうこともすごく大切なんだけども、やっぱり弱い部分っていうのがあった人の方が僕はその弱さが強さに変わるような気がするんですよ。その弱さが強さに変わるっていうのはそれだけの練習量なんですよね。その練習量を積み重ねるためには大丈夫だとか俺はもう大丈夫なんだっていう人って練習しませんよね。で不安だとかもう怖いだとかもう俺弱いんだよだとか、そういう人ってバッと振りますよね。だから僕自身どちらかというと後者のタイプで、
まあ、弱くてももう弱虫な自分、弱虫なとこもありますけども、まあ、そういう掛馬正義という部分があったから一人であのバットを振ることができたんだと思います、ね、そういう意味ではあの僕はテスト制というような形で入団しましたので、まあ、そういう部分の中でその野球に対する自信っていうのはそんななかったんだよね。自信を持つこともすごく大切だと思うんですよ、ええ、ただその自信っていうものがちゃんとした練習だとか準備だとか裏付けがある自信ならいいんだけど、だからそういう裏付けのない自信は必要ないですよね。あの江川の初登板って阪神戦だったんですよ。でラインバックにスリーランホームラン打たれて負け投手になったの。あの時その時僕腰を痛めて1試合だけ休んだゲームが江川の初登板だったんですね。で後日ですよ、あのラインバックのスリーランがなければプロ野球を舐めてたかもしれないって言うんですよ。あのラインバックのスリーランがあったからもっと自分のストレートを磨かなければいけないという自分ができたって言ったのを江川に聞いたことあるの、うん、だから一回対面に会うってすごく大切なんじゃないですかね。うん、そういうあの野球解説者になってからそのあのすごいなと思ったその速球投手、あ僕自身が解説者になったよね。いらっしゃいますか。あ野球解説者になってから早いなと思ったのやっぱり阪神の藤川球児かな。あ彼10連投したことあるんだよね。やっぱ彼のそのストレートっていうものもバッターが分かっていてその前に飛ばないストレートを投げてたわけでしょ。だそういう意味ではあの藤川球児のあのストレートを1打席で仕留めろっていうのは難しいと思うんだよね。江川と僕の場合4打席の勝負だから、1イニングのその江川が投げるストレートっていうのを見てみたかったよね。もう1イニング限定で投げてくるのはどういうボール投げたんだろうと、藤川球児以上のボール投げたかもしれないし、その1イニング限定であればやっぱり藤川球児ですね。解説をしててまた面白かったね。まっすぐしか投げないんだもんね。あこれはね、なんていうのかな、プライドとプライドの戦いになってくんだよね。それでタイロー・ウッズに中日だったかなと、あ、強制だとこだったかな、すんごいホームラン打たれたの。5球か6球ぐらいストレート勝負していって、でもこれ僕解説しててこれもう変化球投げられない空気感を感じるの。そこで藤川球児も投げたストレートも立派だし、それを打ち返したタイロー・ウッズも立派なんだけど、これがプロ野球なんだと。ここで藤川球児が変化球でかわしてタイロー・ウッズ三振すること、これはプロ野球じゃないんじゃないかっていう、だそういう勝負を挑んでいける藤川球児ってのは好きだったね。だからある意味打たれる美学だよね。これを持ったピッチャーなんじゃないかなと思う。藤川球児にしても多分江川もね、打たれる美学なんてあるわけねえじゃないかって多分言うかもしれないけど、野球ってやっぱ打たなきゃ面白くないわけですから、やっぱりその打たれる美学ってのはエース級のピッチャーってのは心のどっかに持っててほしいなと僕は思うんだよね。今回はですね、私が見た中での球の速いピッチャーは誰か、数多い名前が挙がりましたけども、どのピッチャーも素晴らしいピッチャーでした。そういうピッチャーのボールを打てた自分というものがすごく幸せですし、打ち取られてもですね、あまり悔いがないようなそういう戦いをしてくれたピッチャーでもあったんですね。まあ、そういうピッチャーに対する思いって非常に強いんですけども、こう今見てる皆さんに対してですね、一つお願いしたいのはチャンネル登録なんです。ぜひぜひあの数多いチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ワリバパラッパーワリバッパーワリバパラッパーバ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 ーワリバパラッパーワリバッパー